では3月20日にギノガルフをでに出て、うん、え3週間ぶりになります私、棚原裕子、ねうん、えっとね来る時に何か変に緊張しちゃって、うん、なんか久しぶりな感じがすごく、うん、緊張して。はい でね、カンナさんと伊ハさんがまあ、ね、後から来て挨拶した時もなんかもう緊張しちゃって変になんか初回じゃないですけどすごくああ今日変に緊張してるなと思ってたんですけどこう打ち合わせの時にですね、うん、あのやっぱ優子がいてのギノガルフだねって言ってもらえたりだとか「うん、おかえり」って言ってもらって本当にちょっと泣きそうになっていました、えー、皆さんお久しぶりです。田中原ゆう子戻ってきましした今日からギノガルフよろしくねー ギノガルフ皆さんこんばんは神奈邦博ですこんばんは伊波裕作ですこんばんは OBP 沖縄美少女プロジェクトのゆ子ですさあ始まりましたギノガルフはい。やっぱしっくりくる、はい、そうなんですよねあ <laughs> ー嬉しいああこれだねやっぱゆ子こっすね いやだからね打ち合わせで言ってたけどやっぱ優子だなって話を私もこの今席に座ってこのお二人に挟まれてる感じがすっごいもうニヤニヤしちゃうニヤニヤ止まらないですよね止まらないですよホンにいやいやいやまあまあねちょっと2週空きましたけど本当にまああのいろんなところで SNS とか見てるけどなんかもう広がってるね いやーありがたく、あの活動のね、パパ、ね、がね、ありがとうございます。これはねはい,いいことですよ。い本当にあのー、まあ僕も伊波さんも本当にあのー、応援してまあ、O B P も,もちろんですけど、うん、有効の活躍をね、そうなんですよね。やっぱり応援してるわけで、ねね、ありがとうございます。本シーミーに来て。 欲しいぐらいよねそのぐらいもう本当身内だと身内だと思ってるから CW に参加してほしいぐらいですよねそのぐらいの気持ちじゃんにはいやすごい今ウキウキしてますいつも以上になんかウキウキしてますいやだって先週聞いてたんでしょ聞いてましたあの OJP のあのゆりこりンでしたあのねユリコリンユリコリンね OJP 沖縄塾女プロジェクトの聞きましたなんでもよかったですねあれもうありがとうございましたねゆりこさんあの聞いててやっぱ いつも喋る側なのでなかなかこう、うん、生を聞くってないじゃないですかそうでは、ね、その時間ねはいそれをあの選手は生で聞かせていただいてたので、うん、なんかすごく本当に聞きながらやっぱなんか笑ったりだとか、うんうん、面白かったですねまあちょっと変な感じもするでしょあそ,そこにいない自分がねなんかな、ね、ああそうそうするじゃないですけどいやまあまあいいですよあのー、ちょっとね今日はだから二週ね空いた分、はい、いろんな話が あると思うあでその辺はたっぷりまあオープニングそして後半でも聞きたいなどずっと言います今日ずっと喋って私はほぼだから今日は有効スペシャルでそんな感じですよやったはいじゃあ有効スペシャルということでまずはこの一週間何があったのかなぁいやさんから話聞きまーすあああああああ20分ぐらい喋るけど長さよ。長さよ いや僕はね、この1週間何かなって言ったらうちの会社 RBC ビジョンのプロジェクトチームの人気がちょうど先週に終わりました。響きがいいですいいでしょう、プロジェクトチームって何かっていうとうちら会社制作部だったり僕は制作部なんですけどいろいろ編成部だったりとか報道だったりとかまた総務だったりといろんな方には従業員いっぱいいるんですね。部署が違うそれれぞから 何人かちょっと選出してそれを集めたチームがプロジェクトチームでそのチームリーダーに僕が指名させていただきましてリーダーなんだリーダーなんでこの1年ね去年の4月からただ集まってみんなやるけど急に呼ばれてプロジェクトチームって初めてだったんで何っていうところから始まりましてで僕らまあでも普段の業務があるのでね1週間に1回ぐらいですわ集まって。 で何やるかどうしようかっていうことから始まってコツ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 ツやってきたんですけどま,あまずは RBCVision のマスコットキャラクターを作ろうっていう話になってでみんなに募集かけて80何通かちょっと集まってそれから投票をやってでマスコットキャラクターを決めたんですが去年の8月かなこれがまあウーム君というウーム君。 れはオリジナルキャップなんですけどこれは RBC ビジョンのキャラクターのウーム君ちょっとごめんねネットでもウーム君ってやったら検索さ出てたはい、まああの種の妖精見えないね種の妖精で何かを産むとか育むとかっていうまた産むっていうところと何にしようかってウむって考えるところみたいなそういうところを。 をコンセプトにしたこのうむ、UM、くんから始まり、うん、でまあそれがまあこれから誕生するまでも結構まあ時間割とかかったんですけど、はい、結構地道にやっててでそれからパンフレットをまた新しくしたりとか、うん、でそのうむ、UM、くんのまた新しい名刺作ったりとか、うん、でこの間やったそのうむ、UM、くんの LINE スタンプも作りまして、はいえー、あ今あるんだあるんですよ、えー、40個考えまして今クリエイターズスタン,、あのー、タンプからも販売して買える

あ踊ってるんですけどかわいいですあそうかビジョンってパッと言ってわかんないかもえっとね制作会社という言い方で今かな放送支援会社ですねなるほどねいろいろ部署はいっぱいあるんで制作部はまあ人数もいっぱいあるんですけどまああの放送するためにいろいろそうそうそうね支援するために会社というはいなんですよなのでねぜひ ラインスタンプ買ってくださいっていう、まあ告知です。なるほど、今ね、キャンくんが、うむくんが気になる方はこちらって、今。おお、ありがとう。はい、リンク貼ってあります。すごい。超できるじゃん、キャンくん。かっこいい。ええ。あんな感じだけど、できる。できる。できる、こうなのよ。勝っただろうね。おお。だんだん、ごえく先生みたいな感じ。はい。 ああじゃ次俺しゃべろうかな。えっと僕先週の金曜日に前ほら優子が休んだ時に来てくれた母子のあずささんが「ほろ酔い」という番組に FM 那覇であったんですけど出てきまして出演した出演してきましたね。お酒を飲みながらしゃべる番組でまあ正直僕お酒そんなに苦手な方なんですけどなんとですよえ アワモリリキュール、え、十五度ぐらいのやつなんですよ。え、四杯飲やつ。四杯。すごいでしょ。多分人生で一番飲んだんじゃないかなっていうぐらいのやつ。でも私まだ見たことないです。飲んでる姿でしょ。あのね放送で飲んだのは、伊波さんと昔やつあのマンデラスって番組で、もう十回、何年か前、十五年以上前だな。 の中で迎えにあった居酒屋でちょっとベロベロになりながらやろうってやった企画以来、うん、その時もベロベロにならなくて僕のテンションが下がるから <laughs>、はい、もう二度とやらないって言った以来の、うん、まあでもね飲めましたね。うん、ただね熱い この感覚久しぶりと思っていいなだってでもねあの子の暑ささんも綺麗だしねそうね隣に綺麗な人がああやってお酒楽しい時間ででま今回僕一人だったんですけど5月来月の末にはあの伊賀さんと僕2人でまた出ることになってるんですよ。 そうなんですよあギノガルフリスナーの方も一緒にツイキャスね見てくれそうそうたっけさんとか烏森千ラさんもああ太鼓さん見てくれたんですねそうそう飲んでて一緒にやったらなんかコメント数がツイキャスの歴代1位を記録したということでありがとうございます多くの方にはいコメントもいただきましてあら嬉しかったですねはいちょっとまた新たな神田国披露い出すことになりました。 まあ。 しゃべりに関してはまだ保ってましたねあーそうなんだただ暑かったああもう保安保安神奈さんだってねいつも飲んだら脱ぐタイプじゃないですかえだから大丈夫ですか見たことないだろ俺が脱ぐタイプだ見たことないだろう。腹ゲーとかやるタイプだったさん面白いかもね面白いかもねそれはやらなかったんだそこまでは言ってなかったそれはやってないあーよかっもうあと2杯飲んだら言やったかもしれないね とというこでまた5月はそこでもねやると思いますんでよかったらその時も見ていただきたいと思います。じゃ1週間というよりも3週間ぐらいになっちゃうんですけどと今日のお昼に帰ってきたので約20日間ほどいなくて自分で待ってきた今日のお昼に帰ってきました。 はい、だいぶ長旅だったねで今日のお昼帰ってきたんですけど、うん、なんかやっぱ行くまでは東京行ってまあライブ OBP でライブさせていただいたりだとか、うん、まあちょっとした撮影だったりであの4月の1日には福岡で行われた TIFF のアイドルフェスティバルがあって、うん、その TIFF でまあ優勝できたら8月の東京で行われる本戦にまあ出れるっていう流れだったんですけど、うん、ちょっとすいません。ブロックも勝勝ち上がれずあの優勝できなかった んですね応援してくれた方本当にありがとうございましたいやでもね「ごめん話途中で僕見てたんですよ」ありがとうございますいやもうほんとにほ他のあのグループとどうしても比較しちゃうじゃないですかこれあの別にお世辞抜きで OBP よかったですね嬉しいですなんかそのアップされたショールームでこう配信されてたんですけどそれが今 YouTube に上がってるんですよであの私も 見てたくお客さん目線でどう映ったのかなと思ってで見たらそのショールームを見てくれてる方のコメントも全部見れるんですよ全く同じように流れててそこで本当に沖縄のファンの方とかが「OBP 来た!」だったりだとか「新曲いいね」とか「頑張れ」っていうこの応援のコメントが流れるだけでもやっぱすごく嬉しかったですしなんかやっぱりでも他のチームの人もすごいレベルが高くてなんかまだまだだなって思って。いやーももうで一生懸命ハト

ビートステーションで機長さんは行ったってことですねでねすごかったんですよこのビートステーションでのイベントがまあ13時からスタートでで私たちが11時前かな10時ぐらいに会場入りだったんですよでどこかなどこかなって言ってあったって言ったらもうすでに機長さんいましたもう OBP より早かった OBP 入りが早かった入りが早いもうお客さんで一番目ですなんかの時もまだあの舞台作ってる前からいたって話があったよね 一緒に作ってますから沖縄でスタッフさんとやってるので <laughs>、ねまあ、一緒にもうね,ね一緒にっていうことです、ね、う逆にもう私たちからしたらなんかちょっとほっとできるというか<ー>やっぱり知ってる知ってるね人顔があるとうもう基調さん見つけてみんな基調さんみたいな感じでなんかリラックスしてできたなっていうのがあってあそうなるほどなるほど でまあ、本当はこの福岡やってそのまま沖縄に帰る予定だったのがちょっと私だけ急遽東京に戻ったんですけどそれでまあ3週間ぐらい沖縄を離れてて一つ気づいたことがあって意外と電車だったりあの道を覚えるののが得意なのであのね優子はね大丈夫だと思う。 後半困らなかったですあもう慣れた慣れました別にアプリとかも使わず<ー>えー、そうなの<え>なんか聞いてこの列車に乗ったらなんかこう渋谷に行くからとかで渋谷からこうやったらっていうのでも覚えててえー、<あ>アプリは必須だけどなもういいやわかったみたいな感じで もう行けましたした<ー>、ね、駅からこの止まってるところにもそのまま1人でも帰れたしまあココ,と一緒にココナが今ね、うん、東京に行ってたのでココナも心配だけど、うん、ココナより知ってますもんだって <laughs> 一緒に渋谷歩いてて <laughs> <う>あの西武行こうって話になってで私が「ここ右西武だよね」って言ったら「ココナまっすぐです」みたいな「うん、え絶対右だよ」って言って右曲がったら「ほら西武」ってって 本当だ、みたいな、<laughs> 本当だ、東急と間違えてました、みたいな。<laughs> 心配、心配ね、<laughs> やっぱり心配、<ー>感じで、<ー>なんか意外と。うん、馴染めてたのかな。すごいね、これはやっぱり人によるんですよ。うん、その対応できる、すぐ対応できる人となかなか。ずっとね、<ー>迷っちゃう人と。うんうん いや優子はだからその辺はもう対応というか臨機応変にいろいろできるわけですねもうなんか覚えちゃって、うん、で人の顔も覚えちゃってあの前にこの一日最初渋谷に午前中いた時があって、うん、でまあ、夕方に原宿に行かないといけない用事があってうん、うん、原宿に行った時に渋谷ですれ違った人とまたすれ違ったっていうのを覚えてるあ,あ<ー>この人渋谷にいた人だとかあこの子供さっき渋谷のどこどこにいた子だわかる分かったやっぱりスパイになる <laughs> <も> <laughs> なるほどな。 スパイ気質なんだよやった記憶力やっぱ大事よやばいいや嬉しいだって覚えないもん顔とかね覚えましたねだんだん年齢重ねると記憶の容量が少なくなってくるからいらないものは覚えないでおこうってなってくるから機はちゃんと中に乗った乗ってますよ羽とかにしがみつきながら行ったとかそこまでそこまでスパイ風にしなくていいんですよ 東京人に慣れてた感じがしてなんか楽しかったですなるほどね。ええちょっと今日はあの後半であのねいろいろまたゆこなんですけたいなと思ってますんでじゃあここでえっと恒例のはいツイキャス行きましょうか。はいいろんな方がねコメントくれてますありがとうございます。えっとどっからかな。えこっからか。はいはいたっけさんコマプロ初幹部の柳ユエです。ゆこちゃんお帰りということで。はいは柳 完封おめでとう,でとうこれドラゴンズの話です、うん、はい機長さんも機長もただいまーっ <laughs> 帰,り <laughs> 帰りなさい機長さんも久しぶりですもんね久しぶりね、はい、そうですねえ太、ー、鼓さんやっほーはいやっほー,っほーはいひーふーみんさんお疲れごっくんちょーはいごっくんちょー,ちょー15番目の男さんかんなさんやなさんこんばんはゆうこさんおかえりーと帰りなさただい さんゆうこちゃんおかえりありがとうございます一発中美さんもゆうこさんおかえりなさいとなるとらさん坂本パープルさんもおかえりしっくりくるそうですよねしっくりきてるねああーそうなんだありがとうございましたありがたいですねあとは沖縄にワンチュールさんゆうこさんおかえりとありがとうございますねいまはいそらたんさんもお茶ありがとうございますサボさんドラホー中日今日勝ちましたありがとうございますめっちゃ試合早かったですあとはサロー兄さんこんばんは おばあが福祉聡太見て「いおじいに似てる」って言おったどんなかっこいいおじい見たいおじいあれでしょ壁ドンのでしょ福祉蒼太壁ドンの人の古いわかんないけどわかんないでもやってましたよね映画でやってましたはいありがとうございますでのりさん先週メッセージ読んでいただいてありがとうございます何回も聞いてますあ えっと写し入れもね今日ねいただきましていただいてありがとうございますはいシャさんコンティニューコインもありがとうございます伊豆さんの特許サタさんこんばんははいこんばんはえーあとは沖縄にわんちゅうるさんラジオもかわいそうこのウムくんの話したねはい15番目の男さんビジョンといえばスクワランオイルよくご存知でぜひぜひありがとうございますはい。 さん今日カリーしないのもうこの間4回やりましたからカリーって言うんだよすごい全然似合わないでしょ似合わないね似合わないでしょめっちゃやりましたよいつもと違う杏奈さん見られてよかったとあそうなんだ太鼓さんあずさん飲むペース早いからあそうなんですねやっぱりさすが青森の番組前から飲んでたらしいですちょっとええすごい強いんですねでも分かったんだね ホワンホワンはパンダだよちょっと体がホわんホわンしましたフワンフワですけどねカンさんの腹毛見てみたいいやいや見せるもんじゃないですね面白いよ誰爆笑間違いなしですからジェットインクアチさんもはい優子ちゃんおかりなさいただいますはいえっとこれは国ニハリさんでいいのかなこんばんは国ちゃんあ、どうも国ちゃんですどうもありがとうございますはいということではいはい 皆さんありがとうございます。さあここでですね、えっと先週から番組のスポンサーについていただきましたバー・ティーダなんですけれども、え今週のバー・ティーダのお店のスケジュールをご紹介いたします。えっとね、そのママさんの都合によって相手ない日があったりするんです。好きなアーティストがいてその追っかけとか。なるほどなるほど。 今週の予定、え、じゃ火曜日から、え、今日明日お休みです。お休みんかい。休みんかい。基本カースイはお休み基本ね。基本週休カースイはお休みで、で、木金同日空いてます。8時から夜8時から夜の深夜2時までやってますので、はい。えっとね、那覇市若狭さんにあります次郎町寿司の2階にありますのでね。 ぜひ皆さん特にあのまあ今県外で聞いて沖縄にやってくるとかいうタイミングありましたらナハシ若さのバー・ティーダもちろん県内の方もね行っていただければと思います居心地いいですよねすごいのはいもうまたねあのママさんも綺麗ですのでぜひね会いに行っていただければと思います週末空いてるかな空いてますよはいぜひぜひあの沖縄来た際は行っていただければと思いますよろしくお願いいたしますさあでは進めていきましょうかえギノガルフこの番組は 石垣島の三崎牛グッドフィールドグループ宮平乳業バーティーダの提供でお送りしますえっとね今週から、えっと、ツイキャスで CM も流す予定だったんですけど、はい、ちょっとねプログラムがまだ間に合わなかったという間に合ったああできたあできるということでじゃあ聞ける、ね、そうですのでぜひそちらも聞いてみてくださいツイキャスの皆さんもお聴きください

宮乳乳業の牛牛は低温殺菌牛乳です生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもうだからおいしい乳業の低温殺菌牛乳 NPO 法人「プロミスキーパーズ」は貧困な人シングルマザーの生活支援を行っていますより良い社会を作るため人々の絆を強くするため。

さぎのガルフをお届けしています。えっとツイキャスを聞きの皆さんも CM 聞けました。大丈夫です。あ、ナルトラさん CM バッチリ流れてますよかった。サオリンさんもなんか似た字してしまった。いやいやこういう感じでね今週からツイキャスでも聞こえるようにしておりますので、はい皆さんありがとうございます。ありがとうございます。そして朝とみもさんも見てくれてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はいあと今度よろしくお願いします。週末ぐらいに発表しますんでねいろいろねはいさあではこの時間はグッドフィールドグループからのお知らせ。 では久しぶりに <laughs> うです、ね、ゆうこ <laughs>、ね、はいお願いします、はいはいえー、今日はアガット沖縄アウトレットモールアシビナー店をご紹介しますアガットはその時々の女性の生き方やファッションといった時代の流れを打ちしながら常に新しいファッションジュエリーを提案しています自由な発想で個性ある大人の可愛らしさを提案する姉妹ブランドのノジェスや 上質なダイヤモンドと洗練されたデザインで女性らしさを引き立てるハイジュエリーベルシオラなども取り揃えておりアシビナ店は沖縄県唯一の店舗となっていますただいまアガット沖縄店ではスライドチャームチェーンフェアを行っております2.10%オフ オフと期間限定の特別価格でご購入できさまざまなファッションに合わせたオリジナルスタイリングをお楽しみいただけます石もデザインの一部であることを大切にしているアガットらしさを感じていただけるネックレス常に新しい自分を追い求める女性に似合う洗練されたジュエリーは他のブランドにはないものばかりです。この機会に アガット沖縄アウトレットモールアシビナー店へお越しください。スタッフ一同ご来店お待ちしております。以上グッドフィールドグループからのお知らせでした。はいということで今週はアガットはいね、えー、ご紹介しましたけれども、うん、やっぱりねあのー、ジェリーがこう一つあると嬉しいものですよね。はい、ね上品ですもん、ね。んなんか女性がやっぱネックレスだったりだとか、うん、こう一つだけでも。 まあ、アクセサリーをつけてるだけで多分、すごい男性から見る印象も変わるって私は思うんですよそうですよね、うん、それが、まああのー、一つのアクセントにもなりますし、はい、で現在、えースえー、スライドチャームチェーンフェアを行っているということで、はい、2>, 2点で10%オフ、うん、3点だと20%オフというこれ期間限定で、はいえー、購入できますのでね、まあ、あのファッションに合わせていろんなアクセサリー、うん、ぜひ、えー、お買い求めいただけるのではないかなと思っております。ぜひあのー アウトレットモール芦屋に行ったときは、あかっと、はいね、ぜひ、えー、お立ち寄りいただければと思います。ということで、この時間、グッドフィールドグループからのお知らせでしたはいいありがとうございました。 さあということで、あ、茶壇のいっちゃんさんも来てますね。ゆうこさんお帰りなさい。久しぶりですということで。ありがとうございます。ありがとうございます。東京に来てくれました。あ、どうなんですねはい。三つあ四つかライブ見てもらいました。四つ。東京で五つやったんですけどライブ。うん。そのうちの四つ。五打数四ワン出したね。見に来ていただきました。すげえな。ありがとうございます。え、視聴さんも東京行ったの？ 行きました。行った。二つ行った。二、うん、つ,つ行った。すごい。で、一<ー>週間後のまた福岡にも来ていただきました。あ、日本に二人ぐらいいるのか。三 <laughs> 人、二三人いる、ね。一人。一人。<laughs> <laughs> ていうかさ、<laughs> あの我々はもう。 なんていうの見慣れてるから安心するじゃないですかいきなりね、機長さんが一番前にスタンバってたですよで、OPP めっちゃ応援してくれるわけでしょ、他のファンはビビるはずで気合いの入れ方が違うからね、なんでやっぱステージ立っても多分いつも一番前にいてくれるのですぐ目につくんですけど TIF の時もお客さんがすごいいっぱいいて機長さんね、一番前まで来れなかったですよね。 二三列目ぐらいにいたんですよ。でも多分私もそうですけど、メンバー全員先に基調さん見つけれてます。あ、もうパってすぐ見つけれちゃう。あ、でもね、トレードマークが、レードマークありますからね、ウォッがね。ね、いやいやいいことですよ。本当にこういうなんていうの、応援してくれる方ってありがたいことですよね。 なんかアットホームな感じでできる,なるほど東京とか福岡行った時は皆さんねあの、うん、もちろん私たちのことも知らないですし、うん、私たちも皆さんのこと知らないので全くやっぱその中に沖縄のファンの方だったりだとか、うん、いるだけで、うん、こうテンンション上がりますよねでもさ本当にそういう経験ってやっぱ鍛えられるよね、はい、だってあの安心感のある場所でやるのと。うんはい 緊張感しかないところでやるのとはまたねその望む感じもちろんどっちも一生懸命だと思うんですけどまたねその 気持ちのままたた感じが変わってきりしすからね全然違いまトークとかも難しそうだね東京行った時に何話そうかなとか舞台上で。沖縄は結構 MC の時間長めにとってペチャクチャ喋ゃってることが多いんですけど東京で今回やった時はそうかたくさんやるから時間が限られてるので MC をたくさんっていうよりもなるべく自分たちの曲をパフォーマンスを見てもらって知ってもらおうという形があったので。 M. C. を全く入れないステージもありました。曲だけぶっ通しです。安室奈美恵スタイル。そう、沖縄流。あ、えっと、これなんて読むのかな。え、なに。これ、なに。ブルガリ。ブルガリさんでいいのかな。ブルガリ三千三。宜野湾またすさん、俺さんじょありがとうございます。待ってました。はい、 坂本パープルさん、市長さんってプライベートジェットとか持ってるああ、持ってる、持ってる、いやもう、ガッツポーズしてるけど、持ってるぜみたいな、自分で飛ぶんじゃないですか、なんかおでこに指当てたら、なんかいけるんじゃないですか、ドラゴンボールだ、すげえ、思ったところにいけるっぽいっすよね、いろいろね、いろんな能力があるんでしょうね、のりさんも東京行ったよと、仕事の途中だけど、ありがとうございました、進撃のめいちゃんさん、来ましたね、あこんばんはと、こんばんは、ゆうこおじさんは4時間ぶりと。 おじさんジングル今日流れるかなあないかああ今日はね。はねねまた来週流しましょうね。見せ、うん、て,てください。はいトラさん、阪神4三3、うん、阪神勝ったということで、うん、わ広島首位で負けて、ヤクルトも首位負けたから、うん 1> あ、1位から最下位まで2ゲーム差だ、うん、セ・リーグ。ごめんね、野球の話で急に。はい、じゃあ次いきましょう。<laughs> うん、えー、ま,あ、まだまだ優子の話聞きたいんだけど、うんうんうん それで久しぶりなんで、ゆうこじゃ、あちょっとリクエスト。ね、一曲ゆうこのリクエストいきましょうか。はい、今日私のリクエストで。で、はい、O. B. P. 沖縄美少女プロジェクトでリアル I. D.。 OBP 沖縄美少女プロジェクトでリアル ID でしたいいですねこれ、はい、あのー CD 屋さんに行けば売ってまんのって書いてありますけど、これまだまだなんですよね出してないんですよね。そうなの CD で出してなくて、あのダウンロードとかもないんですよね。ない、ライブでしか？ライブとこうまあラジオで流させていただけるときしかちょっと聞けないんですけどちょっと待ってよ、なるほど。ちょっと待ってちょっと待ってよ。もうちょっと待ったら、ちょっとマネージャーがいろいろ頑張ってくれるんですけど、今も頑張ってます。なるほどね、もう普段から頑張ってますけど、頑張ってます。なるほどそういうことですね。ありがとうございます。あと誰か来てましたね。あ、大塚健次さんも。はい。 はいさっきの話で気長さん東京福岡いるだけでメンバーさんたち安心されるんでしょうねいや本当そうですよ本当にそうですね国有さんも拍手いただいておりますありがとうございますありがとうちょっとストリーム総裁さんもはいありがとうございますありがとうございます曲に拍手来てますねいろいろねありがとうございますはい。 さあ、では、今日はですね、後半のコーナー特に設けずに。そうな優子の話を聞こうじゃない。聞こうよ。もっと聞こう。優子の時間。足りない。優子ちゃんが足りない。そうそう。三週ぶりだから、半週ぶりだから、足りない、足りない。そうそう、優子が欲しいですね。もっと優子が欲しいので、だから。 もっとね、色々いろんな出来事があったと思うんで、どんどん喋って。東京で五つもあった。五つですよ。五つももあったんだよ優子ちゃんはだから。まあちょっと静かにしてもらって。優子が聞きたい。優子ちゃんが聞きたい。優五つライブがありましたね。東京でえっと二十三日の金曜日から行かしてもらったんですけど、土日月でちょっと間が空いて木でライブがあって、福岡に土曜日にまた飛んで、土曜日福岡でまあ二公 えっと、動画の配信が一つと、ライブが一つ、で、日曜日にティフが一つっていう感じで。すごい。なかなかのね、スケジュール。なので、一週間本当にドタバタしてて、この。ちょっとさ、忙しすぎたらさ、これ、どこでなんだっけってなったりしない。あ、もうなってました。なってたでしょもうみんな曜日感覚がないのと、明日何時起きだ、だったりだとか。で、今回は、ルーリーとねんねも一緒に行ったので、やっぱり。 人のことがすすごい心配だったんでよ私たちと一緒に同じ行動をどんどんしていかないといけなくて沖縄はあんまりないんですけど東京っってて本当に朝一からアイイドルベントがやる沖縄はもう昼過ぎだったりだとか夕方からが多いんですけど東京ってやっぱそれだけアイドルさんの数が多いので午前中から始まって夜までとか夕方までっていうのが当たり前にあったので結構やっぱ早い時間。 からやることがあってあ<ー>でやっぱ心配でルーリーレーネが大丈夫かなと思ってたんですけど、うん、あのね若いですねあ<ー>お姉さんたちよりもう、うん、もう元気すぎるもう力が有り余ってるというかあそうか疲れたっていう神経がまだ発達してないのかなそうでも本当にに何て言うんだろう, <laughs> もうパッてパッて眠るみたいなそうだからもう寝よううねポンって寝るてたのに、うん 2>, もう2分ぐらい目ぇ離しパッて見たらもうルーリー横でこうやってもうゴロンだったりとかでで朝もやっぱ自分たちでは起きるってなかったんですよで私がここ部屋一緒でルーリーレンンと一緒に寝てたのでまあ自分で目覚ましかけて起きて起こしたらもうすぐ起きるんですよぐずらない全くぐずらないでパッて起きてパッてもうねご飯食べてみたいな感じですごいだから何て言うんだろう 頼もしいなじゃないですけど自分たちが思ってるよりもすごいお姉さんなんだなと思いましえっともう4月から何年生が年年生生でですすルーリねそうか我々おっさんになるとも全然もう1年なんか何とも思わないんですけどやっぱ小学生とか中学生とかはやっぱ変わるね話聞いたらこの間1年生と2年生っていう話をなんかしてたような気がするんですよ だからなんかあっという間だなぁと思って<ー>なんかやっぱ二人がいるだけでこうお客さんも初めて見る方もん、うん、何このグループってなるんですよそうだよね大体もうあの二十歳とか10代、ね、後半の子たちまあいても中学生ぐらいのそう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 キッズがいるみたいな感じでそれだけでやっぱ注目してもらえてたり、うん、で二人もこの沖縄でもよくあるんですけどステージからこう パフォーマンス中に降りて、うん、お客さんに配達しに行ったりとか、うん、やるのでやっぱそれで捕ままれる方も多かったですね見てる限りではな、ね、なんかキュンと来てるなっていうび最初はやっぱびっくりしますけどうん、うん、やっていく中でみんなあーみたいなかわいいみたいな感じで、うん、まあいかにそのインパクトを残すかっていうのは、ねうんはい、やっぱり必要だと思うんですけど、うん、そうか逆にさ他のアイドルのステージを見る機会ってあったの、はい、あありましたありままししたたこの一緒にに出る時に、まあうん ちょっと時間があって前の時間に出て自分たちの出番まで見たりだとか、うん、あの後ろでちょっと袖で見たりだとかなんか他のそのグループを見てなんか思ったこととか、ね、なんか記憶に残ってることとかいん<ー>なグループもいるんだとかんかそういうのってありますりましたねパフ,パフォーマンスだったり歌だったりも含めて、うん、やっぱパフォーマンスに関してはこうアイドルアイドル王道的なアイドルってよりも個性が強いというかすごいなんかこうグループの でまあ、コンセプトを持ったグループが多かったかな<ー>、うん、一番印象に残ってるのがあの東京で一緒になったんですけどえっと2人あ3名グループなのかな、うん、だけど、まあ、1人お休みしてて 1>、うん、で1人の方すっごいもうガリッガリの方なんですよ、うん、ガリガリの方で,でもう一つのもう一人の方がもうぽ、まあ、っちゃりとした<ー>もう全く正反対な2人でこうパフォーマンスをしてて、うん、でまあ お客さんにめっちゃ絡んだりだとかなんかこガリガリとぽっちゃりでやってますみたいなあ、もうどっちかってらそのちょっと笑わすというう部分も休んでる方は何でしょうね気になるわそうなんか今日はお休みでみたいな感じだったそのグループさんだったんですけどなんか良い子悪い子普通の子って強烈と思ってなんかこういろんなコンセプトでやってるグループさんがやっぱ多かったっていう印象だから イメージででで残るんですよね印象であああのグループうん、うん、ーっていうのがやっぱあったりだとかで皆さんやっぱりすごい女子力が高いなと思った女子力、うん、なんかこう衣装もそうですけど、うん、こう髪型だったりだとか、うん、メイクだったりがなんか上手だなって思いました。すごくあ 綺麗その人に合ったメイクを皆さんするなっていう自分でね分かってるっていうこと。でもあの新しい衣装は可愛いあったですね。ありがとうございました。カラフルな。あれも急遽できて東京であれいつだ月日か四つ目のイベントの時ぐらいに初めて出したんですよ。その日に決まって間に合ったからこれ着ようみたいな感じで。そしたらそれがもうものすごいファンの方からもう好評でめっちゃいいめっちゃいいってこうカラフルなのに。 全然うるさくないというか本当に一人一人形も違うんですよ衣装のデザインがちょっとずつ違っててそれもなんかいいねって言ってもらえたのもありましたし東京で初出しした曲もあって新曲もこっち沖縄で音源もまだ流してないものを東京で初めて出したんですけど「まあプログレスっていう曲なんですけどこの曲がねすっごい好評でしたものすごかったです もうまだ販売はしてないっていとかそうですねはいもし可能であれば近いうちにねできたらいいと思いますそれが嬉しかったですねみんなやっぱり「ダーウィン」とかだと今までやってきてずっとやってる曲なのでやっぱライ鉄板曲みたいなるんで。鉄板曲になってるのででもこの「プログレスっていう曲を東京で初めて出すので沖縄から来てくれてる茉貴長さんだったりだとか 初めてなんですよね見るのがもう聞くの初めてなのでみんなこれ大丈夫かな盛り上がるかなみたいな心配があったんですけど多分平均的に東京でやってみて、うん、ダーウィンより盛りり盛上がりましたそそううななんだあそうなのへ<ー>すっごいなんか1回聴いただけですごい頭に残るフレーズだし、うん、まあ歌詞がストレートでいいっていうことを言ってもらえて「あっ希さんも新曲生で聴けてよかったです」うんうん で月曜日のイベントですってこれは新しい衣装のことですよね月曜日のイベントからめっちゃ詳しいなぁありがとうございますブルガリさんも沖縄アイドルグループ結構出てますねだんだん増えてるのかなまあいろんな聞きますよね最近名前ねチューニングキャンディーさんっていうグループもね3月の末に全国デビューしてそうだよね皆さん東京で活動してますのであそうそう確かにあのー機長さん えー、この前までルーリー歯が生えたって言ってたんでこんなに大きくなねい,いね歯が生えたって、うん、言ってたのにもかかわらず、うん、もう3年生、うんね、もう入試ももう少ないんでしょう、うん、ほぼ永久歯になってるんでしょう。 ね、坂本パープルかっこかりさんも1公演しか行ってないけど、うんうん、自分が見て OBP が一番タレントとしてのポテンシャルが高いと思いましたよ嬉しい歌だけじゃなくてパフォーマンスとか、ね、含めてということでも結果そうなっていくんでしょうね。うん、やっぱりそのなんていうのアイドルグルグープだけ ではなく、はい、いろんな意味でそのお客さん引き付けるというか、うん、そういうのが必要になってくるんでしょうねただやっぱ遠征行って東京に行って一つだけ心残りがあって、うん、もうなんでここ行かなかったんだってところがあるんですけど、うん、私松屋に行ったことがないんですよなぜか牛丼 <laughs> の行 <laughs> けるはいつでもそうあのね五時のサザンブリーズの番組でもちょっと話したんですけど、うん 行きたい行きたいって言っててセブンイレブンは行ったんです。うん、で多分ねジョナサンとかも行ったんです。これね今県外の人は何言ってんだよと思うんですけど、ねすね、これは沖縄の人はすごくわかります。うん、せっかくだから行きたいんだよね。わかるわかる。<う>やっぱいっぱいあるんですよ。うん、なんか。 吉野家さんだったりだとかあのよりも松屋はやっぱ目が目に入っちゃう多分無意識ですけどここにも松屋あっちにも松屋黄色い看板があるからねであいつか行こうなんかちょっと時間できたら行こうと思ってたんですけど行けなかったですねそれがね結構心残りです優子いつでも行けるよ次東京行ったら松屋は大丈夫大丈夫なかなかまあ時間がなかったというのもあるんですけど

回行ったんですよ、ばみんなでで、マリンが富士そば大好きでもう今回行った時もずっと富士そば行きたい早行きたいって言ってたんですけどやっぱりイベントの間だと時間が長かったりだとかもうすぐ回らないといけないというのがあってけなかったですねああ、逆に言うとほらそうですよ烏丸ティアラさん沖縄の吉野家でタコライス食べたいこれ沖縄しかないですからね沖縄の吉野家しかあ、そうなんですね。そそそそうううう 十点ットイさん富士そば埼玉人も憧れるあ、東京しかないのそうなんだへぇ沢浪兄さんかき氷食べたから頭がキーンってなった何言ってるんですか全然関係ないもう最高流れでいいって話してたら森屋…うん、まあいいか最高いやそうですねでも俺も俺松屋行きましたよ、東京行ったいや、なんか行っちゃうよねせっかくだからってなりますよね行ってみたいですよね富士蕎麦もねゆで太郎って何え、何 蕎麦屋とうどん屋みたいな感じで,茹でるのなんか、はあえー、そ,そういうお店があるんですかね、はあ、ブルガリさん「えー、松阪牛丸ごと一匹送るぞ」うん、いやさば、はあえー、くのが大変なんで <laughs>、まあ、まあそうですよね <laughs> 食べたいけど、ね、食べたいけどでもさ、うん、あのせっかくだからって言うんだけど、はい、そのローソンがさ昔なかったじゃん。うん 俺らの学生の頃ファミリーマートもファミリーマートとニコマートがあった時じゃあえっとねホットスパートホットスパートミニマートも分かんないえっとねローソンが20周年ぐらいやったの去年ぐらいがああ CM でやってましたねそうでしょだから俺ら中学の時九州に修学旅行行ったらうわローソンだってなってローソン映るんですって撮ったりしてたああ映るんですだったからねローソンを撮るんだよ使い捨てカメラで。 そのぐらいやっぱり沖縄にないものにテンション上がったりとかしてま。えー、20何枚かしかない映るんですのうちの一枚がローソン。いやそんな時代でしたから、ね。シャ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 ってね写るんです。写るんですは使、えー、ったことないですよね。ススタントそうそう。まあまあ今もあるか。うんうん、じゃあね。うん、小学校ぐらいまでは使ってましたねそのカメラあ、うん。あゆでてたら藤子座みたいな感じなんだあ。あるんだね。 ホットモットも昔、ほっかほか弁当だった。ですよね。そうそう、ほっかほかて、あ、ほっかほかてか。え、でも、今でもほか弁って言いません。もう。あ、言うか。ほっと弁って言わなくないですか。言わない。ほっと弁当、ほっともっととかも。ほっか弁って言わなねほっか弁っていうね。うん。プリマート世代、いいですね。あ、プリマートな。どうですか、プリマートって。プリマート知らないか。わからない。です鳥のマークのね。うん。スーパースーパーの。ええ。 いいですねここのリスナーは比較的そういう年代の方が多いんですねなのかななるほど。いいであそうそうサウロ兄さん松屋沖縄進出の話聞いたような僕もちょっと聞いたんですけどねどっかにできる来年ぐらいからっていう話をだってセブンイレブンもね来年ぐらいからねできるっていう。でこれも県外の人聞いたらえっと思うかもしれない。パルコがようやく 沖縄にできるというそ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 だからそこに新しいブランドが入ってとかそういう感じになってくるらしいブンイレブンはあれじゃないギノワンのねにできるんじゃない前原に僕の近くだと思うんですけどああそうなんですまあまあいくつかまずいらしいですあの朝日町のバスターミナルの中にも あ,あ、そうなんだ。そこにオーパーができ、また入って、ツーフロアぐらいらしいんですけど、うん、そこにセブンも入るとか、なんかいろいろ。らしいですけどね。うんうん、すごい。えー、セブンって言うんだ。セブンですね。セブンってうあ、なるほどね。そう,そうそう、あっちの人みんなセブンって言うん。今合わせて行ってみました。本当はセブンイレブンって言いたい人なんですけど。<laughs> <ー>私たちもだってメンバーも、なんか、うん。 やっぱローソンとかファミマが近くにあってもパッて見て遠くにセブンがあったらみんなセブン行くセブン行こちょっと慣れた感じする言いたいがためにセ待ってコメダが糸満にできるのコメダって聞いたことあるコメダ知らないですか名古屋とかに分かる喫茶店なんですけど城のワールとあー分かる行こう僕名古屋よく行くんであのよく行きますねコメダ東京でも見かけます。糸満にできるんだへえそうなんだ 沖縄の人ってね新しいもの好きなんですよ。大好きですよね。あのねガストができたときに行列ができましたから。これ信じられないと思いますけどファミリーレストランができて行列ですよ。階段までずっと並んでて。そうか。そうだねファミリーレストランなかなかね。なそうそう少なかったんで。ごめんそんな話じゃないよね優子もうまだあるでしょ。もうちょっと聞かせ。どっからどっからおかしくなったの。 んか遊びにも行った私る前そうそう休みの時はどうしたの空いた時間は何してたのオフがあったのでまあちょっとルーリー連盟が一回沖縄に帰ったんですよ福岡行く前にお姉さんだけで浅草と新大久保に行きましたで1年前も遠征に行かせてもらったんですけどその時がちょっと自由時間がなくて本当にライブだけだったので今回の遠征で1日だけもう何にもないオフがあったので初めて私とマリンとココナとリリーの 4名で浅草行きましたねなんかすごい楽しかったですよみんなでキャッキャしていやもう修学旅行だよそう本当に楽しかったですよ全にみんなで走り回ってなんで走る必要もうルーリー例年と一緒じゃないだからよ新大久保に行って最初にでてココナがおすすめのなんかチーズドッグ屋さん韓国発のがあるって行ったんですけど1時ぐらいに行って並んでたら整理券持ってますかって言われてないですって言ったら 次ご案内でできるの時半ないわっていや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 できないってなったからテイクアウトのチキンを頼んでそしたらリリーがんかかき氷食べたいとか言い出して1時間ぐらいリリーのためにかき氷屋さん並んで食べて浅草行こうって話してたんですよやっぱりそういう時は年下の優先にするんだそう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 まあ待とう待とうって言ってで浅草に行こうってじゃあ浅草行くために何どこ行くって検索したら 結構私とココナががすごい抹茶が好きなんですよね、うん、で調べたら抹茶ジェラートがート美味しい抹茶ジェラートがあるって言って、えーうん、で営業時間が5時まで,、うん、で新大久保出たのが4時過ぎぐらいで,、うん、で結構上野まで長い間また山ので乗って、うん、で乗り換えて、えー、と浅草まで行かないといけなくて。うん、駅に着いたのが えっとね45分ぐらいなんですよ超じゃめっちゃゲレゲレって言ってマリンがマップ開いてみんなで浅草の街ガーってダッシュしてでお店やっと見つけてここだって言ったら「またセルケ持ってますか?」って言われて「そこでもなです?」って言ったらやっぱこう道路に面してるお店なのでそこに並ばられると困っちゃうからの方に迷惑効率よくするために3 0 0ルぐらい離れた待合所に行って。 で,嘘だろでチケットをもらってそこでまた戻ってくるっていう仕組みででその時点でもう52分ぐらいなんですよお店に着いたのが、うん、やばいってなってまたダッシュしてでリリリとマリンがめっちゃ足早いんでですよ 2>,、うん、で2人がガーって行って私とここが「疲れた」って言いながら「やばいもう」って言って間に合ってギリギリ。 でまたこの整理券もらってまた店までダッシュして皆さんもう我々ならもう途中で諦めては何かもうもうなんか先行の煙こうしてやってますねそれだけでこれでいいやってなりますよね絶対ねではギリギリお店ついて俺もこの島から出ていかないかもしれないそこんな並んでか整理券ばっかりだと持たないですねでも逆に新鮮でした何てうだろういつもやっぱ東京行っても ライブのことしか話をしないので「明日のライブどうする?」だったりだとか「今日こんなだったね明日こうしよう」っていうライブ関係の話しかしないし沖縄にいる時もなかなかこうプライベートで遊びに行くことがないので土日レッスンというイベントがあってないので本当になんかもう走りながらみんなでこうムービー回して爆笑してるというかそういう時間必要んか普通な女の子ができた。 いっていうマネージャーさん一日ぐらいよろしくお願いします今後もよろしくお願いします松屋にも行かせてあげてそうそう話すネタになるんでねはいというところでじゃあ一旦ここまででームいきましょうか「祈ガルフ」 バー,バーティダ一人でも気軽にお酒が飲める」「バーティダ気持ちよくカラオケが歌える」「バーティダ素敵なオーナーがいる」「ありがとうございます」「大人のための歌えるショットバー」「バー・ティーダ」若大通り二郎町寿司2階皆様のご来店心よりお待ちしております」くぞ「生乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です生乳本来の美味しさを 君も一緒に楽しもうだから美味しい宮平乳業の低温殺菌牛乳沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子供食堂をしているよ夕方になると美味しそうな夕飯の匂い毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ夕方4時から空いてるよみんなおいでよ住吉国際ジュニアクラブ おふくろさ宝物やごちそうを並べて <laughs> 酒盛りの真っ最中でホ <laughs> ラー映画ですよただので技能ガルフギノガルフ,ガルフこの番組は石垣島の岬牛グッドフィールドグループ宮平乳業バーティーダの提供でお送りしました さあということでもう時間がやってるまいねまだまだ来週も話聞けそうですけどねただここで先に行っておきましょうか <laughs>、はいえー、ゆうこ来週お休みですいやー <laughs> いやー,いやー、うん そんなアホな久しぶりに来たのに <laughs> いやまあでもねいろいろな活動をしてるということで皆さん是非ご理解をしていただければと思いますいいはいさあでは告知いきましょうかはい、はいはい、お知らせ。はい はいえっとま来週なんですけどちょっと OBP でのイベントがありましてあのお休みさせていただきます時間ある方はあ那覇市のジーシェルターさんで8時から琉球アイドルさんの定期イベントにあの出させてもらいますのでぜひ見に来てくださいそしてそのままギノガルフも聞いてくださいよろしくよよろしく今週の土日はあのレッスンだったりだとかあのイベントは OBP お休みになっております以上です あ、<週>そうですね。朝の。金曜日な。みんな聞いて、はい、みんな聞いて。今週の十三日金曜日、うん、ええー、朝ちゃん。の中に。の。起きちゃんっていう、まあ、九十秒程度の。生中継。生中継がありまして。七、ねはい、時四十分頃なんですけれども。<あ>私、リポーターとして。担当させていただきます。はい、とういうことです。 はい、ゆうこが出ますんで、手柄で出ますんでね。はい、よろしチャンネルでお願いいたします。今度の金曜日ね。はい、金曜日。はい、七時四十分頃からだそうです。はい、というところで、あっという間にお時間です。では、ギノガルフお相手は神田邦洋と、いや、優作と。o bp 沖縄美少女プロジェクトのゆうこでした。ゆうこはまた再来週ね。はい、来週。番組はまた来週。で、鶴瓶さん、さよなら。さよなら。 今日足りんな。いや、そうね。ありがとうございます。いや、いや、いいよ、全然。まだまだ、まだまだ。はい、ということで、ツイキャス。どうもあさんどうもありがとうございました。はい、お付き合いありがとうございました。ユュースの皆さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。